みんなで一緒にモンハンライフのアートと言います。こんばんは。今回はムフェトジーバの必殺技、イワナス状態で王の雫を回避できるのか、これを確認してみました。まず最初に FF ジャンプでは回避できません。それはご了承ください。それではまず先行段からです。王の雫は発動します。念のためもう一度確認してみます。効果はありません。次にムフェトジーバが落とすスリンガー弾です。ムフェトジーバは滅流弾、貫通弾、着撃弾、爆発弾を落とします。現在の動画は着撃弾です。ダウンしたため投げるのが少し遅いですが、他のハンターも同時に投げています。こちらも同様に効果はありません。滅流弾も貫通弾も同様に効果はありません。では体力がほぼない状態で最後に落とす爆発弾を見てみましょう。効果はありませんでした。では絶対に王の雫を避けることはできないのかというと、避けれます。こちらは先ほどの着撃弾のシーンです。実はこの画面内にヒントがあります。お気づきでしょうか。アイテム欄に注目してください。ブレスの青いエフェクトと同時に戻り玉が使用不可能になります。この戻り玉が使用できるタイミングなら閃光弾や爆発弾でも回避が可能です。ただし必殺技の開始時は風圧があり、抜刀状態からはほぼ間に合いません。抜刀中の場合に現実的なのは強化打ちによる閃光弾ぐらいです。ぜひ試してみてください。ご視聴ありがとうございました。もし参考になりましたら評価、チャンネル登録よろしくお願いします。